ラム教。どうしてあんなに熱心にお祈りする？コーランって何が書いてあるの？イスラムの女性は何のためにあんな服を着ている？そして本当は平和な宗教のはずなのに、どうしてテロをする？キリスト教過激派とか仏教過激派はあまりニュースで見ないのに、なぜイスラム教には過激な集団がいるのか。さらに宗教が中心の国、その国の人はどんな生活をしている？断食の期間に行ったら驚きの光景が。この際イスラム教のこと池上解説で丸分かりしよう。さあ、じゃあイスラム教とはそもそもどんな宗教なのかということですが、預言者ムハンマド、神様の言葉を聞いたというムハンマドが神様の教えを人々に伝えていった、これがイスラム教。ムハンマドは実在の人だったんです。はい、そうですね。西暦610年頃、ムハンマドが神様の言葉を聞いたところからイスラム教は始まります。ムハンマドってイエス・キリストみたいな人？そうではないんです。イエスというのはキリスト教においては神様の子、神様のような存在になるのに対して、ムハンマドはあくまで人間なんです。神様ではない。だからイスラム教ではムハンマドを拝んではいけないんです。神じゃない。ただし神様から選ばれた人間だということで人々は尊敬してるんですね。尊敬はしてるけど、ムハンマドの像を作ったり、それに拝んだりすることはしないと。ムハンマドが聞いた神の言葉をまとめたのが聖典コーラン。先月のバングラデシュのテロでコーランの一節を言わせるということがありましたが、コーランとはどんなものなのか。これコーラン、クルアーンというのが正確な呼び方になるんですけど、声に出して読むべきものという意味なんですね。簡単に手に入ることはできるんですか？これはイスラム世界に行けばいくらでも売ってますし、ね、もちろん日本でも手に入ることも。それはいわゆる日本語訳にしたやつもあるんですか？日本語訳もあります。ただし神様は人間たちにアラビア語で伝えているので、本来コーランはアラビア語で読まないと読んだということにならないんですね。アラビア語は右から左に読むので、右開き。内容は有名なのがこんなこと。お酒を飲んではいけないなんてのは、あるいは豚肉を食べるなって書いてありますね。だから日本に来て知らずにうっかり食べてしまって、そうでしょうね、こんなに美味しいものがあるのかって驚いたって人はいますけどね。サンコさんがそうですよね。とんかつ食べてこんなうまいもんあるのかって、ね、だからお母さんお父さんには内緒に食べてる。言うていいですか？サンコさんそうなんだ、もうこれ内緒に、内緒に。両親によくしなさい、人を理由なく殺してはいけない、神の示した正しい道に従え、などイスラム教徒が守るべき道徳、倫理から生活に至る全てのことが書かれている。だからコーランに従って国のルールや人々の暮らしがあるという国も、いわばコーランが国を作っているとも言えるのです。例えば今の読んで、あ、イスラム教の教えがすごい自分に合ってるってなったら、はい、手続きとかってあるんですか？イスラム教徒2人を証人に立てて、アラーの他に神はなし、ムハンマドは神の使徒なりと、そこで唱えれば、イスラム教徒になれます。イスラム教徒になるのは大変簡単です。イスラム教をやめるっていうのは、はい、できます。それは死をもって償うということです。あれ、はい、死をもって償う、はい、やめることはもう悪いことだから、はい、償わなきゃいけな いそうですね。死をもって償うということで、この国がとしてイスラム教の国というのがありますね。そこではイスラム教をやめるということは死刑になります。このように厳しい部分もあるイスラム教、その他にも
5つの義務。イスラム教徒は日々の生活で5つの義務がきっちり決められていて、この世に神様アラーの他に神はいないよと自分の信仰を告白することや、1日5回の神様へのお祈り、一生に一度はイスラム教の聖地メッカに行こうなどがあります。さらにこんなことを義務付けられていて、それから汽車、これが要するに寄付ですよね。富めるものは貧しいものに分け与えなさいよということです。イスラム教徒が寄付しやすいようにこんなものも。寄付をするための箱っていうのがあちこちにあります。例えば、交差点にあったりするわけですね。あ、ここに箱があるからってそこに入れたりするわ。それから、年に1ヶ月間断食、ラマダンと言いますね。この1ヶ月間は日の出から日の入りまで、一切食べたり飲んだりしてはいけないと。さあ、断食中に太ってしまう人が結構いるんですが、どうしてでしょうか。太ってしまう、はい、その日の入りから日の出から日の入りまでが食べてはいけないということで、日が出ていないうちにすごい暴飲暴食してしまう。その通りです。はい、日の出の前にたくさん食べる、そして日が沈むまでずっと我慢をし、日が沈んだらさあ食べられるぞっつってみんなでたくさん食べるんですね。そこで暴飲暴食する人がいてですね、イスラム世界での1ヶ月間の食料消費量というのは他の月に比べて増えるんですね。そうなんだ、はい、日が沈めばいくらでも食べられる。ではなんで断食するのか。いわゆる体を清めるとかそういう意味があるんですかね。いや、他に意味がある。はい、コーランに書いてあること。その通りです。いや、コーランに書いてあるからなんです。あ、それだけの理由がない。理由がないですね。返せるからっていうのは、やれと。1ヶ月間、ラマダン月には1ヶ月間断食しなさいと書いてあるからするんですよ。宗教ってのはそういうもんですよね。うん、でも昔のね、なんか考えて伝わってることってなんか理由があって。だから、あの後からの解釈で言えば、豊かな人も貧しくて何も食べられない人も一緒になって。あ、その時は。ええ、で言ってみれば食べられない人の気持ちをこう理解する必要があるんじゃないかという。それ破ったら怒られる。あのね、コーランの中にね、どうしても我慢ができなくて食べてしまったら、先ほど記者、つまりあの貧しい人に寄付をするったでしょ、うん、あれをすればいいですよって書いてあるんです。あ、それ書いてあったらちょっとこう心弱かったら、ちょっとこう、こんならお金払えばっていう気持ちになりそうな、はい、これ断食だけじゃなくて、この全てを、全てのイスラム教徒は守ってるんですか。あの、人によります。それこそみんながみんなやってるわけではないということですね。現代風にアレンジしたり勝手に解釈したりする人たちも中にはいるということですね。多くのイスラム教徒は信仰心が深く宗教の教えを守っているけど、中には自分なりにアレンジしたり心の中だけでという方も。そしてイスラム教を理解する上で知っておくべきことが、宗派の違い。宗派のことが分かると世界のイスラム教のニュースもよく分かる。キリスト教でもあのカトリックとプロテスタントと、まあ、分かれていました。さあ、イスラム教でも2つに分かれていますよね。中川さん、なんとか派となんとか派。スンニ派とシーア派。はい、さすがです。すごい、はい、スンニ派とシーア派ですね。この2つの違いは誰がイスラム世界のリーダーになるべきかということ。シーア派というのはこうムハンマドのいとこで娘婿だったアリー、こうそのアリーの血を引く者こそがイスラムの指導者になるべきだっていうのがシーア派なんですね。アリーの党派、党派がシーアなんですね。アリーのシーア、アリーのシーアと呼ばれているうちに、そのこのシーアだけが残ってしまってシーア派と呼ばれる。アリーが残らないんですね。はい、そういう時なんか、うん、アリーが残りそうな感じするんですか。シーアが残っちゃう。アリーは人の名前ですから。党派の方が名前になる。そうです、あのグループ、あのグループって言ってシーア、シーアと
言われているうちに、このシーハというのはとにかくこのムハンマドの血を引く人たちこそが大切だというものですから、その指導者の人のことをこういかに思っているかという宗教行事があるんですね。これ預言者ムハンマドの孫で指導者のフセインが殺されてしまったんですね。でそのことをこう悼む、フセインがいかに辛い思いをして亡くなったのかということを追体験しようというお祭りなんです。これだから自分の体叩いてるでしょ、こうやって痛みを感じようというアシュラというお祭りなんですけど、お祭りって男の人しかいない。いえいえ、ほら女性も子供と男性も女性も別々にやります。別々はい。だからこれはシーア派だけの独自のお祭りですね。もう一つはスンニ派という宗派で、指導者は子孫でなくてもいいじゃないか、みんなで指導者を選んできた慣習を大切にしようという宗派。シーア派とスンニ派っていうのはどっちの方が多いんですか？スンニ派の方が圧倒的に多いです。だいたい 85% ぐらいがスンニ派、シーア派は 15% くらいと。シーア派はイランのあたりが中心、一方スンニ派はサウジアラビアがあるアラビア半島やアフリカの方など大きく広がっています。私たちはね、こう宗教って言いますと冠婚葬祭の時に、そういえばうちは宗教は何だったっけって考えることぐらいですよね。でもこうイスラム世界ではやっぱり一日の行動全てがこうイスラムの教えにのっとって暮らしているという人たちが多いんですね。今回このイスラム教のスンニ派の国、UAE アラブ首長国連邦を取材してきました。日本とは違う宗教が中心の国、そんな国の人々はどんな暮らしをしている？アラブ首長国連邦のアブダビにやってきました。ちょっと地図見てください。これがアラビア半島ですね。そのこの部分がアラブ首長国連邦。これアラブ首長国連邦というこの言い方、首長国というのは王様の国という意味なんですね。まあ、言ってみれば7つの王様の国が一緒になって一つの連邦国家を作っているんです。イスラム教の国 UAE アラブ首長国連邦は面積が北海道ほどで人口は1000万人弱、国土のほとんどが砂漠ですが、なんといっても石油が大量に出るので莫大な資源収入で中東で今最も発展している国の一つなのです。砂漠にこれ作っちゃうってすごい。ガソリンの値段はなんとも羨ましい限り、日本とも強い結びつきがあります。アブダビの市場にやってきました。アラビア語でスークというんですね。市場というとバザールという言葉を思い出す人も多いかもしれませんが、バザールというのはペルシャ語、ペルシャ語圏ではバザールなんですが、アラビア圏ではスークと言います。さあこの辺りは白菜があって、玉ねぎがあって、レモンがあって、ナスがあって、人参があって、ちょっと形は違いますけどね、日本の八百屋さんに並んでるものと同じものですよね。このトマトどこから来たんですか？ヨルダンだよ。ヨルダン、やっぱりアラブ首長国連邦砂漠ばかりでここで野菜はほとんど栽培できないんですね。だからみんなヨルダンとかこの周辺からみんな輸入してきてるんですね。輸入もんばっかりか。砂漠の国だけど海に面しているので野菜や果物は外国から輸入されるものがほとんどなんですけど、これはもう文字通り国産、すぐ近海で採れたものばかりですね。アジ、スズキに、タチウオに、エビに、カニもこう日本でよく見かけるものとほとんど同じですね。豚肉が NG なので、牛肉や鶏肉、羊の肉が庶民の味として愛されている。実はアラブ料理で主食はお米。炊き込みご飯の上に肉や魚を豪快にのせた一品が
アラブ世界のお袋の味だそう。お酒も禁止されているので、お酒が飲めないと困っちゃう。日本以上にコーヒーやフルーツジュースが愛されているのだそう。お酒飲めないんだ。葛藤こそ私たちと違うけど、日本とあまり変わらない近代化した国で、宗教がメインの暮らしってどんなものなのか。真っ昼間の街中、宗教国家ならではの光景が。突然謎の声が街中に大音量で響き渡る。さて、アブダビの近代的な街に何か流れてきましたね。これアザーンと言いまして、イスラム教のお祈りの時間だよということを知らせる言葉なんですね。お祈りの時間だよ、さあ皆さんモスクに来てお祈りしましょうという意味になるわけですね。何と言ってるかというと、アラーの他に神はなしと言っているんです。サウジアラビアの国旗にその意味が書いてありますし、よくニュースで自称イスラム国の黒い旗にもなんかアラビア語が書いてありますね。あれもこれが書いてあるんです。1日5回のこのアザーン、イスラム世界では当たり前の光景なので誰も驚かない。ちなみにお祈りの時刻は日によってバラバラ。日の出の時刻によって変動するのでお知らせがあるのです。では、こうイスラムのお祈りというのは実際にどんなことをしているんでしょうか。モスクの中に入ってみましょう。イスラム教徒が最も大事にしているお祈りとは。信者の人たちが前にずらっとこう立ちましたね。このお祈りを、みんなを指導するイマームという人が今現れました。これから一斉に集団礼拝が始まります。イスラム教徒の義務、礼拝。まっすぐ並びましょう。列をまっすぐに揃えることは礼拝の完遂につながります。一人で礼拝するときも、ひれ伏したときに額がつく場所に視線を定めましょう。あなた方と私たちの罪が許されますように。今アッラーアクバルって言ってますね。神は偉大なりって言ってます。手をこうやってますよね。これスンニ派のお祈りのやり方です。シーア派はこうやります。スンニ派とシーア派でお祈りの仕方が少しずつ違うんですね。ここは皆さんスンニ派のモスクですから、みんなこうやって手をしてますね。お祈りの言葉は神を褒めたたえる言葉やコーランの一節など、日本のようにご先祖様のことを考えたり、お願い事を神様にするということはしません。1日に5回のお祈りは、特にイスラム教徒にとっての義務になるわけですけど、その5回それぞれ家でやっても路上でやっても構わないわけですね。で、非常に敬虔な人はモスクにやってくるわけです。でも強制されるわけではありません。自主的に集まってきてるんですね。どの方向に向かってお祈りしてるかというと、この先に青くこうくぼんだ場所があるんですが、それがミフラーブと言いまして、メッカの方角を指し示してます。そのメッカの方角に向かってお祈りをするんですよね。でもそこには神様を表すようなものはありません。その訳は、イスラム教では偶像崇拝を禁じてますから、この仏像のようなもの、あるいは、マリア像、キリスト像のようなものは一切ないんですね。
あくまで非常にシンプルにメッカの方角、こちらですよ、こっちに向かってお祈りをしなさいというのがあるだけなんです。サウジアラビアにあるイスラム教の聖地の一つ、メッカ。そのメッカという町にあるこのカーバという聖殿の方向に祈りが捧げられているのです。ちなみにカーバとはアラビア語で立方体。このように綺麗な黒い布に覆われていますが、偶像崇拝禁止なので中は空っぽなんだとか。全世界17億人ものイスラム教徒はこのメッカにあるカーバ聖殿に向かって毎日5回お祈りを捧げるのです。あそこにデジタル表示がありますね。最初4時8分というのは今日朝の最初のお祈りの時間ですね。次の5時31分というのは日の出を表します。ですから日の出の前に最初のお祈りをするわけです。お祈りは男性ばかり。女性の姿が見えないのはこんな理由。このモスクの中に女性を祈りする場所が別にあるんです。あの女性が近くにいると男性は心が惑わって神様の中に宣言できない。女性もこの今のお祈りの言葉を聞きながらあちらでお祈りしてるはずです。女性は美しく、お祈り中は男性が惑わされるとして神様に集中できるよう部屋を分けたりするのです。続いて断食。実際に断食の月はこんなことになっていた。イスラムの断食、こんなことになっていた。今は昼過ぎなんですが、アブダビのレストランどこもかしこもお休みなんですね。と言いますのも今実はラマダン、イスラム教徒にとって1ヶ月間断食をしなければいけない時期なんですね。今がちょうどその時期なんです。食べるだけではなく水を飲むことも許されません。敬虔なイスラム教徒の中には自分の唾液を飲み込むことも避けている人もいるくらいなんです。実際に断食している人はどう思ってる？アブダビの一般家庭を訪ねた。アラブの一般家庭といっても日本からするとやっぱりお金持ちな気がしますが、アブダビ市民のほとんどの家がこんな感じなんだとか。本題の前にこんな質問。これだけの立派な大きい家を維持するには相当お金がかかるでしょう。この家は国が支えてくれているんです。あ、国が支えるってのはね、国が家をプレゼントしてくれます。あ、そうだ。さすがお金持ちの国だね。恐るべきオイルマネー。一軒家丸ごとプレゼント。ほとんどの国民に国の潤沢な支援があるんだとか。今は夕方で断食の真っ最中。辛くないのか聞いてみると、全然大丈夫です。苦しいと感じないわ。ラマダンの断食中にお祈りをすることでより心が落ち着いてとてもいいですよ。このお子さんたちはまだ ラマダンはしてないんですか？もちろん断食しません。でも7歳くらいから少しずつ朝から昼まで断食するとか体を慣れさせます。10歳11歳くらいから大人と同じ断食を始めます。断食する理由はコーランに書いてあるからだけど、こんな解釈をしているようで、良い行いをすると神様は必ず見ていてくれますが、ラマダン時は神様が2倍3倍も見てくれます。だから断食するのです。
1年断食しても大丈夫よ。インタビュー途中で、あ、今皆さん水飲んでますね。要するにもう日没になった、今日最初の水ですか？そうです。まず水を飲んでお祈りをします。断食すると水一杯のありがたみがわかるわ。あ、断食明けは盛大で、こんなにすごい。ラマダン中、まあ、日没になると食事ができるわけですよね。まあ、断食明けということです。最初に食べるのをイフタールと言うんですね。すごい量。すごい量だね。食べ過ぎ。あんな食える。はい。もうとても食べきれない。本当にアラブのおもてなしですね。次々に出てきます。イスラム教徒はコーランに書かれている旅人には与えてあげなさいという一節を大切にしていて、日本でいうおもてなしの精神が根付いていると言われます。断食明けの食事、街では独特の風景が。アブダビの街にこんな白いテントが貼られましたね。断食明けの食事を今から皆さんに提供するんです。皆さんその断食明けの食事を楽しみにここに集まってるんですね。断食終わりにみんなでテントに集まって食事する風習があり、見知らぬ人同士でも断食明けをお祝いするのです。ただし日没までのルールはちゃんと守るようで、これ皆さんお腹空かせてですね、今のこう日没の合図が あるのを待ってるんですね。待ってるの。うわーきつい。もう時間になったらすぐ食べられるようにオレンジを剥き始め、早い。くまではいいんだ。水も開けて準備してますね。そしてあ、ドーンの号砲が鳴りましたね。はい、ラマダン明けですね。まずは水飲むんですね。いきなり食事をしないで水を飲んで、さあ、するとここでもイスラムのおもてなしが。おお、ひこ、我々までいただいちゃいましたよ。やっぱりこの施しの精神ですね。イスラム教徒でなくても一緒に断食明けをお祝いしましょうと食事を配ってくれました。断食明けの食事も女性は別のようですが、イスラム世界の女性は差別されている。実は女性は大切にしようと考えられているって知っていました？イスラム教の女性は大切にされている、それとも差別されている？先ほどのお祈りのシーンでこう女性はこう男性と全く別々だったでしょ。でよくそのイスラム教では女性が抑圧されているという言い方あるんですけれども、こうイスラム教では女性を抑圧しているのではなく女性を大切にしているんだ、でこういうこうが考え方、ね、はい、一夫多妻制とかじゃなかったでした？あれはあのコーランの中に特にあの時代戦争でこう孤児が生まれてた、だから孤児を助けてあげなさいと、あるいは未亡人を助けてあげなさい、なかなか助けることができないならじゃあ結婚して助けてあげなさい、ただし何人でもじゃなくて4人までにしなさいって書いてあるんです。助けるためだったんです。そうなんですね。イスラム世界の女性の格好というと黒い布みたいなものをかぶっている、こんなイメージありますよね。実はこれに女性を大切にしているという考え方が現れています。コーランにその一節があります。表に出ている部分は仕方がないが、その他の美しいところは人に見せぬよう、というふうに書いてあるというわけですね。さあよく、ね、イスラム教でこう女性たちがしている服装っていうのがありますでしょ。中川さん、はい、みんな共通しているところがありますね。何でしょう？
この首元、頭を隠す。頭ですね。髪を隠すっていうところでは共通してるんですね。髪なんだな。この特にこう美しいところは隠しておきなさいという時に、少なくとも髪は女性の髪は美しいところだからここは隠すですね。女性たちは髪の毛は隠す、ですけどそれ以外のところは地域によって全く違いますね。髪の毛は美しいから隠そうというのが共通の考えで、顔も美しいものと解釈する地域ではこのような衣装に。夏とか無理。でもこれだったら蜂の巣とか取れそう。防護服じゃないんですよね。刺される。これ刺される。これね、刺される。日本だと蒸し暑いから大変だなと思うんですけど、砂漠の国に行くとですね、中涼しいんですよ。日差しさえなければ湿度が低いですから。これなんか合理的にできてるんでしょうね。そうですね。せっかくですから宇賀さんに。あら、いいんですか。あららら、はい、ばあちゃん、いいね、コスプレコスプレ。これって室内にいるときはつけなくていいんですか。はい、これは外に出るとき、男性に、家族以外の男性に見せないようにするということです。だから家の中で夫や子供たちにはいくら見せてもいいんです。彼氏は、ダメです。結婚するまでは。結婚するまで髪の毛見れないんですか。そうですよ。はい、こんな感じになりましたね。はい、よく似合うね。もっと綺麗だけど、もっと綺麗に見えるか。すごいね。本当ですか。でもこれ思ってたよりも軽くて肌触りもいいので、気持ちいいですね。はい、いや髪の毛ちょっと出てるのは、これは本番は正式にはまずいんですよね。本当はダメ。前髪もダメ。全部入れないといけない。例えばこれがイランのあたりに行くとですね、女性たちやっぱりおしゃれでこの見せたいので、実はこれ髪の毛、この形ばかりちょっと隠すだけにして実は髪の毛見せてるみたいなことがあってですね、そうすると馬氏寺という民兵うるさい風紀係みたいな人がいてですね、時々見回りに来るんですよ。そうすると慌ててこう引っ張ってちょっと髪を隠すみたいな、厳しい高校生みたいな。美しいところは隠せを厳しく解釈する国もあればそうでない国もあるので、国によってはミスコンもあるんですよ。インドネシアのミスコンの映像をちょっとご覧いただきましょう。インドネシアジャカルタにある団体主催のミスコンテストです。ほら、皆さん綺麗でしょう。綺麗綺麗綺麗。美しいね。いかに美しくコーランを暗唱できるかという。何してんだあれ一冊。いや、そういう人もいるということです。じゃあもう泳ぎたくなったりしたらね、はい、男性のいない海とかプールを探していかなダメってこと。だと全部分かれてます。このまま隠したまま泳げる水着みたいなものありますよね。なんとこんなイスラム世界ならではの水着もあるそうです。この民族衣装ってその肌を隠したりしてその女性を、守るためみたいな、はい、ニュアンスがあるんですけども、なんか僕は逆にゾクゾクしちゃうんですけどね。知らないです。そういう癖は知らないです。そういう人もいると思うんだけど、それはどう、ね、いますよね、絶対ね。もうあれセクシーですもんね。そう、男子たちの議論がすごい。コーランの中でも女性は大切にしなさいと書いてあるわけですね。でその時にそれぞれの地域によってその女性の対する大切さっていうのが、大切の仕方が実は地域によって違うということなんですね。この解釈の違いがテロの原因にもなっている。神様を真剣に信じているはずなのに、なぜ解釈の違いで人を殺すのか。真面目なイスラム教徒は過激派のことをどう思っている。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それからイスラム教では理由なき殺人とか、あるいは自殺も許していないですね。自殺はこれ地獄に行くことなんですよ。神様から与えられた命は大切にしなければいけないですね。いわゆるイスラムの過激派というのはコーランを独自に解釈をするということがあります。どう解釈しているかというと、コーランにこういう施設があるんです。あなた方に戦いを挑む者があればアッラーの道のために戦え、
さらにその後、だが侵略的であってはならない、本当にアッラーは侵略者を愛さない、だから攻められたら自分を守るために戦ってもいいけど自分から戦いを仕掛けてはいけないとコーランにこう書いてあるんですね。全然違うじゃないですか。しかし一部の連中は都合よく解釈し、聖なる戦争を聖戦と称し過激なことをするのです。彼らはこういわゆる聖戦だって言って聖なる戦いだってやるでしょ。あれのことジハードって言いますよね。ジハードというのはもともとこうイスラムの教えを守るための努力のことなんですね、うん、そもそもは努力のことですから、例えばラマダン中に喉が渇いた、水を飲みたい、でも水を我慢すること、これもジハードなんですよ、うん、あるいは1日5回のお祈り、朝日の出前のお祈り、でも眠くて起きるのが大変だ、でもこの眠い目をこすりながら努力して起きること、これもジハードなんですね。全然違うね。自分たちのこう守るための戦い、これもジハードになるんですね。だからこれがこうジハードだってジハードだっていうのを見て、あ、ジハードというのは戦争のことなんだっていうふうに勘違いした人がいるということなんですね。今日本人ってなんとなくジハードっていうともう自爆テロっていうイコール感じじゃないですか、はい、その本当は専守防衛だっていうことなんですよね。基本的に専守防衛なんですね。ということはやっぱり、ね、爆弾巻きつけていろんな人を巻き込んで、うん、やっぱり殺害しちゃいけないってことですよね。そうなんですね。それがイスラム教徒にとっての常識なんですが、彼らはどうしてそれがジハードだって思うのかと言いますと、宗教上自殺は許されないのにどうして自爆テロをする、それもこんな歪んだ解釈で、アッラーの道のためにイスラムの教えを守るために戦死したものは楽園にこう入らせられる、つまり天国に行けるよ、うん、と書いてあるわけですね、コーランの中に。つまりイスラムの教えを守るために戦って死んだら天国に行けるというふうに書いてある。ここからねじ曲げた解釈をして、自分たちの聖なる戦いで死んだらすぐに天国に行けるんだ、敵を大勢殺すことができればそこの過程で自分が死ねば天国に行けるって考え方。絶対おかしいですよね。だってこれは結果じゃないですか、はい、でも結果の過程もこうすべきだって書いてそこすっ飛ばしてますもんね。そうですね。ちょっと拡大解釈をしてる行き過ぎた人たちが集まっているのがイスラム国だとしたら、はい、そういう人たちがあこれは違うんだって納得すること言える偉い人っていないんですか。そういうイスラムについての教えの専門家って人たちがいるんですね、はい、イスラム法学者という人たちがいて、そういう人たちがこんなことやっちゃいけないよと言ってる人たちが多いんですが、中にはそういう過激な考え方を持っているイスラム法学者はこうやって、死ねば天国に行けるんだってそういうことを吹き込んでいる人もいるということなんですね。そしてこんなことも聞いてみた。皆さんにとってこうイスラムっていう教えはどんな存在なんですかね。人生の全てですよ。イスラムの教えは人の道そのもの、教えに従いこれからも生きていきたいと思うわ。テロを繰り返すイスラム過激派のことはどのように思っているのか。これは本当にただイスラムと名乗っているだけで全然イスラム教ではない。相手を思いやることがイスラムの教え、人殺しは決してイスラム教の教えではない。本当のイスラム教がどんなものか私たちと接してもらえば誤解は解けて分かってもらえると思います。できれば知らない皆さんにニュースで流れているものでなく本当のイスラム教を知ってほしいと思います。考えてみますと例えば1970年代80年代って世界中で過激派が爆弾テロをしたり飛行機乗っ取ったりしたでしょ。あるいは共産主義というイデオロギーでの実現しようとした過激派ですよね。今はそういう過激派がイスラム化してるっていう考え方もできますよね。つまりイスラム教徒が過激になっているのか、昔から過激派はいて昔は共産主義の過激派だった、最近はそれがイスラム化して、なるほどね、過激派がイスラム化してこんなことが起きてるんだっていう解釈もできる。そうか、世界中に過激な人は言っているのかも。
ということはイスラム教徒だけではないということですね。では日本人にとって宗教って何なのか、池上彰の考え方は。池上彰が考える日本人にとっての宗教とは。神道なり仏教ってすっかり日本の生活に根ざしているわけですよ、うん、だから初詣に行くわけでしょ、神社に行ったりお寺に行くでしょ、これを宗教行事だってあんまり考えてないですね、うん、そもそも私たちの日本の暮らしにすっかり根ざしているから、うん、だから意識はしていない、だってお守り持ってる人たちがいるわけでしょ、うん、ねえ、でも信じてるものありませんよ、じゃあお守りを切り捨てることできますねって言われたらできないでしょ、できない、なぜですか、罰が当たるから、うん、これ宗教の感覚なんですよ。なるほど、そうか、あまりにこう私たちの暮らしにそれが、ね、根付いちゃってるんで普段意識していない、ね、日本はこう無宗教だとかあんまり宗教に関心がないというのはそれをごく自然にやっているので、わざわざ宗教を意識することがない、そこがイスラム教やキリスト教と大きく違うところなのかな、うん、ということですね。